それでは機械翻訳システムの誤り分析のための誤り箇所選択手法という文献を自然言語処理研究室の小川陽一郎が紹介させていただきます。でこの論文の概要です。まず目的として機械翻訳システムの比較改善のための誤り分析を効率化することが目的 で従来手法だと単純にシステムの翻訳結果と正解訳の差異に注目して分析していたところですが、今回の提案手法では機械翻訳の誤り箇所選択法と選択箇所のフィルタリング法というような提案をして効率化を図りました。でその結果としては従来手法より高い精度で適切な誤り箇所を捉えることに成功し、また優先的に選択された少数の誤り箇所からシステムの誤り傾向を捉えることに成功しました。でまず研究背景です。で最近の機械翻訳システムは、年々精度は上がっているんですが、それに伴ってシステムの内部が複雑化してきています。で、そのため翻訳システムの傾向を把握することが難しくなってきています。でそこで、機械翻訳の結果に注目して、そのシステムの問題点や、システム同士の比較を行うことが、広く行われています。ですがその翻訳結果を分析するのは、膨大なデータを一度目を通さないといけないっていう、労力がいるため、その誤り、分析を効率化することを考えます。で、これまでの研究では、翻訳結果と、参照文の差分に注目して、誤りを分析していましたが、このような方法だと同様の意味でありながら表層的な文字列が異なる場合に不一致箇所を誤り箇所として判断してしまうというような問題がありました。でそこで、提案手法として誤りを判断されたもののうち、より誤りの可能性の高い箇所を、優先的に、注目して分析を行おうっていうような手法です。でその提案手法の手順としましては、まず普通に翻訳結果を生成して、でその後にその誤り分析を優先的に行うべき箇所っていうのを選択して、優先順位をつけてあげることで、選択箇所を人手により分析するときに、その優先箇所を先に分析することができます。で、その誤り箇所の優先順位をつけるときのスコア付けの話ですが、まずその誤りの可能性が高い箇所から順に提示してあげることで、人手による誤り分析の効率が上がると考えられます。でそこで提案手法としましては、このような5つの手法を提案します。でそれぞれ説明します。でまずそのランダム選択っていうものと誤り傾向に基づく選択っていうような、手法をベースラインとして考えます。でランダム選択っていうのは、誤り箇所をランダム選択するっていうことで、順位付けを行わない誤り分析と、同じ意味を持ちます。で次に誤り傾向に基づく選択なんですが、これは翻訳結果に多く含まれ正解訳に含まれない回数が多い N グラムを重点的に分析するっていうような考えです。で、この方法だと頻繁に発生する誤りが必ずしも分かりやすく有用な誤り、重要な誤りを捉えきれるとは限らないというような問題があるのと、あと目的言語に頻繁に出現する N グラムの分析対象が上位を占めてしまうというような問題があります。そこで提案手法の一つ目として自己相互情報量に基づく選択というものを提案します。でこれは誤り頻度の高い N グラムと、翻訳結果との関係性
をまあ考慮してスコアをつけてあげるというような考え方です。で、翻訳結果と関係が強い N グラムは翻訳結果と関係が強い N グラムっていうふうな、ものは逆に正解訳との関係は弱くなるので、この関係性のスコアをつけて逆に値が小さいものを順に選択していくことになります。で、提案手法の2つ目として平滑化された条件付き確率に基づく選択というものを提案します。で、これはベースラインでその誤り頻度に基づく選択っていうのがあったんですが、誤り頻度だけを見ると、まあ、頻度が大きいものが上位を占めてしまうっていう問題があったため、それを誤り頻度に対して全体の頻度で正規化してあげて、それを条件付き確率で定義してあげようっていうような考え方で、これは誤り頻度の高い N グラムがシステムの出力に含まれながら参照分に含まれない確率をスコアとして与えます。提案手法の3つ目として識別言語モデルの重みに基づく選択っていうものを提案します。で、通常の機械翻訳ではその言語モデルっていうものがあって、これは自然な出力言語文の特徴を捉えるように学習されるものなんですが、ここでは識別言語モデルっていうものを考えてあげます。で、これは起こりやすい出現誤りを修正するように学習するものです。スコア計算には正解訳をと比較して、スコアをつけてあげるんですが、その正解訳は通常この参照訳っていうものが使われて、参照訳っていうのは正解訳として事前に人手で翻訳されたものを正解として与えているんですが、この人手でその正解をつけてあげることによって、その使用する語彙がその翻訳システムとは異なってしまう場合がよく見られてしまいます。で、そこでオラクル訳っていうのを考えてあげます。で、オラクル訳っていうのは、機械翻訳システムが出力した翻訳候補の中で自動評価尺度により最も高いスコアが与えられた分のことで、機械翻訳システムの参照訳のその表現に近い、表現をしながら、その機械翻訳システムの翻訳に近い、翻訳を出してあげるっていうようなもので、下に例があるんですけど、一番下の機械翻訳結果とオラクル訳の比較で、機械翻訳結果はその参照訳と比べると構造的に違いが見られますが、オラクル訳を使うと、参照訳と同じような表現をしながら、かつ、機械翻訳の使う語彙を選択していることが分かります。で、誤り候補を、スコア付けして順位をつけるんですが、その時に、フィルタリングっていうのをもさらに考慮してあげます。で、その一つ目に厳密一致フィルタリングっていうのがあるんですが、これは誤り箇所の N グラムが正解訳の一部に完全に一致するかどうかを確認して、一致する場合は、それを誤り箇所として認識しないっていうようなフィルタリングです。で、さらにその還元によるフィルタリングっていうのがあって、
厳密一致フィルタリングだと、表層的に違うんですが意味が等しい、文字列も、まあその誤選択してしまうっていうのは問題があるんですが、還元っていうのを利用して還元データベースから正解訳の全単語に対して還元を検出して、還元が誤り候補にあったら候補から除外するっていうようにそう、同じ意味でも表層的に表現が違うような、言葉があってもその還元データベースを参照して同じ言葉に還元してあげることで誤った、誤選択を減らすことができます。で、まあ、これまでが、提案手法の話で、ここからが実験内容の話です。で、選択された誤り箇所の調査ということで、各手法を使って、まあ、順位付けされた誤り N グラムを人手で分析していくことを考えます。で、先ほど説明した各誤り箇所選択手法によって選択者された箇所が機械翻訳の誤り箇所を正しく捉えられているかいないかっていうのを人手で、判断していきます。で、それをもとに誤り箇所の適合率を測定します。で、次に誤り箇所を捉えられている場合はその誤りの種類をラベル付けしてあげます。そのラベルは以下の6種類あります。で、実験設定は、まあ、コーパスは京都フリー翻訳タスクの日英翻訳を使って、で、単一の機械翻訳システムで評価するときは、このフォレスト2ストリングっていうシステムを使います。で、システムの比較を行うときはフォレスト2ストリングに加えてフレーズベース機械翻訳と、まあ、階層的フレーズベースのシステムを使って比較します。で、これが一つ目の実験で、選択する N グラムの個数と適応率の関係ですが、このグラフが、識別言語モデルを使った手法と誤り頻度を使った手法とランダム選択を使った手法の3つの手法を表してて、横軸がその選択され上位の N グラムを順に分析していって、その時の適合率が縦軸になります。このグラフから識別言語モデルを使った結果がその早い選択の段階で高い適合率を出していることが分かるのと、あと全体的に見ても適合率がその提案手法では高いことが分かります。高いので、誤り箇所を高い精度で捉えていることが分かります。で、まあ、次の実験では、まあ、選択された N グラムの統計ということで、実際に誤り箇所の、ラベル付けの結果が、まあ、これで、で、そのベースラインが左のランダム手法と誤り頻度の2つで、提案手法がこの自己相互情報量と条件付き確率と識別言語モデルですが、誤り箇所選択率っていうこれですね、ここのラインを見ると、ベースラインに対して条件付き確率の手法と識別言語モデルの手法が高い値を取っているので、まあ、この2つの手法が有効であることが分かります。また、その各ラベル
の割合ですね、各ラベル付けされた割合が、まあ、ここに書いてあってまあそれぞれの手法でそれぞれのラベル、ラベルの、まあ、誤りの出現頻度が、まあ、それまちまちだっていうことが分かります。で次にそのシステム間の比較の実験を行いました。でそのシステム間っていうのは先ほど説明したフレーズベース機械翻訳システムと階層的フレーズベースとフォレスト2ストリングの3つのシステムにおいて、まあ、A 日日 A の行った時の、上位30個の誤りに対して分析を行った結果がこちらです。で、並び替えの列に注目してみると、フレーズベースと階層的フレーズベースの、まあ、誤りが高いのに対して、フォレスト2ストリングは、並び替えの誤りが少ないってことがわかります。でこれはそのフレーズベースだとその並び替えが弱いのでこの結果が、まあ、妥当だろうっていうような実験結果になりました。で、次に選択箇所に対する、フィルタリングの効果を検証しました。誤り箇所に対して、まあ、先ほどの各フィルタリング法を適用した際に それをフィルタリングした後に、まあ、自動評価っていうのを行ってその自動評価が人手による評価と、まあ、どれだけ一致するかっていうような実験を行いました。で、まあ、こちらが結果で見てほしいのが、どちらも還元なしの適用率に対して、まあ、還元を用いたフィルタリングをすることで適用率が上がっていることが分かりました。で、まあ、実際に還元を用いたフィルタリングがどうされているのかっていうとこの下の表で、まあ、上の例だと機械翻訳が、ファウンデーションオブっていうのをフレーズを使ってるんですが参照訳ではアフレファウンデーションフォアっていう、まあ、違う同じ意味でも違う表現をしていてで、まあ、これフィルタリングしないと誤りになっちゃうんですが、まあ、還元を用いてこのアファウンデーションフォアをアファウンデーションオブっていうふうに認識してあげることで、誤検出を防いでることがわかります。あ、こういうふうな還元を使うことで、まあ、適合率が上がったと考えられます。で、また別の実験で。誤り箇所選択の分析における効果っていうのを検証しました。でこれは実際の誤り分析を想定して各誤り箇所手法選択手法を用いてその実際に一定時間分析を、まあ、人手によって行ってもらった時のその分析の経過時間に対する、まあ、分析結果を評価します。で、まあ、手順としましては、まあ
誤り検出された N グラムにスコアを与えて、スコアの高い順に抽出していきます。で、まあ、その誤りらしい N グラムが含まれる分を列挙して、その後フィルタリングを行った後に、まあ、分析者が、その誤り箇所に対して誤り分析を行います。でその時に文脈依存誤りか文脈非依存誤りかを記録しますで、まあ、文脈依存誤りはこう文脈に対してこう文脈に伴って表現が変わるようなもので、文脈非依存誤りは文脈どんな文脈でも、まあ、固有の表現になるものです。でその結果がこちらで、まあ、左の図から見てみると横軸が経過時間で、まあ、縦軸がその見つかった誤りの数です。で、まあ、手法は識別言語モデルと、誤り頻度とランダム手法を用いているんですが、まあこの結果だと、まあ、どれも一緒の傾向になっていることが分かります。まあ、ですが、文脈非依存誤りをのみを注目してあげると、まあ、このようなグラフになって、識別言語モデルが、早い段階で、誤りを検出していることが分かります。でこの実験結果から識別言語モデルの手法を用いることで誤りを早期に発見することができ、それによってそのシステムの改善を比較的早く効率よく行えることが分かりました。でこの論文のまとめです。でこの論文では機械翻訳システムの比較改善のための誤り分析の効率化のために機械翻訳の誤り箇所選択法と、選択箇所のフィルタリング法を提案しました。で従来手法より高い精度で適切な誤り箇所を捉えることに成功し上位30個っていう少数の誤り箇所を分析するだけで、システムの誤り傾向を捉えることができたり、システム間の比較を効率的に行うことができました。で、まあ、提案手法の中のこの提案手法を使うと、修正が容易な文脈非依存誤りについて、比較的早い段階から注目することが、可能であることが分かりました。以上で発表を終わります。